どうも、モゴと申します。新カード情報がね、今ね、公式サイトにて続々と出てるんで、まあ、それを見ていこうかなというのと、あとちょっと告知なんですけれども、今週末ね、12月10日に行われる、レイジグランドファイナルの、なんかまたいつもやってるなんかその番組みたいなやつにちょっと出させてもらいます、というのと、あと、ニコニコでね、12月12日にやってるシャドバスアカデミー、こちらもね、僕出させてもらうんで、はい、タレントのね、お仕事としてね、さ、ちょっと週末忙しいんですけど、皆さんぜひお暇があったらね、チェックしてみてください。ということで、新カード見ますか。はい、ちょっとなんか今日も続々と発表されてるらしくて、まあちょっとまあ、現段階じゃこんな感じなんですけど、まあとりあえずエルフのね、これね、エルダーウィードマン、これ何これ、ファンファーレ、自分の他のエルフフォロワーを1ゼロする、なんかロイヤルにこんなカードおったなっていう印象です。はい、未練なる竜人マリオン、ドラゴンカード1枚ブレイジングブレスに変身させる。まだブレイジングブレス変身させる。この効果普通に強いよね。まあ、こいつ自体2コス2にて結構入れやすい効果やし、割とその、特にドラゴンって9コスで、スラーの方向とイスラフィールとか、その辺とセットで、ブレイジングブレス打っていった状況みたいなね、動きを、ロイヤルとかネクロ相手にすること多いんで、これ、割と強いのかなっていうふうに思います。はい。まあ、ちょっとなんか結構いろんな、いつの間にかこんないろんなカード出ててんな。骸骨虫、骸骨虫か、これわからんけど。なんか進化するとちょっといいのになってんねんな、頭に。多分本体はこの後ろのやつやな、これ。マクロクロスケみたいな。自分の他のホラーが破壊されたため自分のリーダーを1回復。まあ、これ、まあ、骨とかで、ね、骨の機構とかで並べて、こいつパンって出したら、ね、一旦一気に、ね、3回復、4回復できそうなカードですけど、まあ、今までネクロマンサーってまともな回復手段が、全カードの、全環境で出てきたセレスぐらいしかやっぱなかったから、あとはソウルイーターとか、ソウルイーターがちょっと軽くなった、入れやすくなったっていう風に考えたら、わかりやすいかもしれないですね、こいつね。まあまあ、スタッツも1、3で買えない、いいんでね、まあ俺は、ネクロマンサー使うんやったらこのカード入れるから、まあ他の、結局、まあ他のね、カードがどういう感じで来るかわかんないねんけど、あと今割と騒がれてるのがこのバンプの新レジェンドのディアボロスプセマ、このフォロワーへのスペルによるダメージがゼロになる、まあだから6、7っていうスタッツが優秀なだけじゃなくて、スペルで除去できにくい、まあ要は破壊は有効ってことだね、破壊とか消滅とか、うん、だとは思うんですけど、ファンファーレデモンストライク1枚とデモンストーム1枚を手札に加える、で復讐なら自分の PP6 回復だから実質3コスで出せるっていうことやんな。デモストとデモンストームで、どっちもデモストか。まあ、復讐で出せば、復讐で出したらあれ3コスで、6、7でデモンストームちょうど打てんのか、9コスで。あ、で自分は3点受けないと。ああ、これ強いな。まあ。バフォメットでね、コスト下げて持ってこれる時代だったら、この6回復ってどうなってたんやろうってちょっと気になるところであるけど。いや、まあ、ね、結局蓋開けてみないかわかんないけど、もうカード能力見るとき、だから単体のカードパワーめちゃめちゃあるカードかなと思います。はい。大悪魔の腕。うん、なんかこれ、ドラクエ5?ドラクエ6のなんかラスボスみたいな、デスタムーアみたいな。お互いのフォロワーすべて3ダメージ、復讐なら自分の PP。これなんやな、結構こういうカード多いみたいですね、今回のパンプ。復讐なら PP を2回復。だからこれも実質的にディアボリックドレインっぽいよね。復讐なら要は実質1コスで打てる4点ダメージやから。まあディアボは単純に2回復やけど、このカードはフォロワーに打つと、自分のフォロワーに打つと、まあ4点受けちゃうけど、その回ドレイン持てるっていう。だから攻撃可能状態の、まあなんか 5とか5、6とかに残ったやつにドレイン、持たせて、で、湧いて打ち取って回復みたいな。まあ、結構俺こういうカード好きかな。うん、コントロールバンブル入りそう。はい。で、これビショップの古き守り手。カウントダウン1、ファンファーレ、ヘブンズゴーレム1体出す。ラストは自分のヘブンズゴーレムで吐かせ。で、このヘブンズゴーレムっていうのがトークンカードなんですけども、進化前が4コス、なんか要はこの、66守護で進化すると、まあ、スタッツは変わらないけど、攻撃可能になって、要はプリズンドラゴンみたいな感じで。で、進化時に自分回転のアミュレット1つを消滅させるだから、これ、ま、めちゃめちゃ汎用性があるんすよね。要はまた自分か相手のアミュレット一つやから、要は、このカード自体消滅させ
ってもいいわけですよね、つまり。うん。そうすると、このラストワードが発動せなくなるから、そのままこいつ66集合で残ると。4ターン目に。だけじゃなくて、例えば結構物語終盤になってきた時に、相手の、例えばタイドラゴンで、スラーヌ方向とか、まあ、セラフとか、それこそなんか強力なアミレットを、消去できたりもするから、めちゃめちゃ汎用性ある。このセブンズゴレムは、すごい強いカードなんじゃないかなっていうふうに、僕は思いました。はい。あと、ま、この辺はね、ネメシスの新カードらしいんですけど、まあ、これはちょっとこの前 YouTube ライブでもちょっとチャラッと触れたんで割愛しますけど、あ、これ出てるね、新カード。マインドルーラー、モートン。進化時に、スタッツは変わらないものの4コス33で、コスト2以下の相手のフォロワー1体消滅させて、それと同盟のフォロワーカードを、ま、自分の場に1枚出すと、ちょっとね、ちょっと宅配来たんでちょっと出ていいですか、はい。注文してた毛布が届きました。はい、ちょっと話の続きなんですけれども、同盟のカード自分だから相手のパカードを2コス以下のやつをパクれるということで、除去プラス要は2コス相当のフォロワーを場に出すから、まあ、進化時スタッツがちょっと33ってのは弱いけど、まあ、使い方によってはめちゃめちゃね活躍するのカードではあるかなと思いました。まあ、てかそもそもネメシスクラスっていうのが俺はようわからんから、あとなんかこういういわゆる操り人形を手札に加えるってカードがすごい多いみたいで、これとかも、これも大体それに関連するカードやねんけど、で、その操り人形っていうのが、この0コス11で、相手のターン終了時に、あ、年持ってんねや、こいつ。へぇー、相手のターン終了時にこのフォロワーは破壊されるということやけど、まあ、ぶつけるって感じなんかな。単純に0コス1点っていう形で使うんでしょうけど、まあ、なんでしょうね。これとか、あとはまあ、ネメシスは、あれやんな、アーティファクト。いわゆる共鳴状態。だからどっちかなんでしょうね。その人形軸なんか、共鳴状態軸なんかみたいな感じで、使い方が二通り分かれるデッキなのかなというふうに思いました。ということで、最近盛りだくさんの情報が来てるんですけども、まあ、グランドファイナルの話に戻りますと、まあ、なんか一人ね、その身内の不幸か何かで、ちょっとファイナル人が一人出場辞退されて、その代わりにプレイオフでその人と戦った方が繰り上がりでファイナリストになったみたいなんですけども、まあちょっと残念だなと思いつつ、まあやっぱ身内のね、そういうのは仕方ないかなと思いつつで、ファイナリストの方がちょっと変わったんですよね。これかな、で、今こういうね、ウィンター予想者優勝予想ってやってて、これなんか前もあったよな。俺、まあ俺正直ね、今回のファイナリストみんなね、なんか魅力ある方だなというふうに思うんですけど、やっぱハス君に俺は一票投じたい。正直。もうあれはだって革命起こしたもん。あの子16歳で頭いいし、なんか、ねえ、その PV かなんか見たけど、麻雀うまいやろ、高校生のくせに。もう俺と勝負しろよ、今、麻雀で、お前。なぁ、ということで、ハスに僕一出票入れましたけど、まぁ、こういうね、投票とかもあるらしいんでね、皆さんね、ぜひやってみるのもいいかなと思います。はい。今日、冒頭のね、このおしゃべり長くなったんですけど、まぁ、なんか適当に、ラグマ一戦やるか。はい、マッチングしました。よろしくお願いします。相手の方、ウィッチですね。で、こっち、ビショップ、持ってきたのは、まぁ、これ結構、こうね、俺ずっとね、この環境で通じて、まあほぼ使わなかったけど押してきたデッキなんですけど、邪教のゴンゲなんですよね。邪教のゴンゲが実は今作のレジェンドで一番好きなカードなんですよ。全然使ってないけど、名前の響きと、あとカードデザインと、あとセリフ、男女神通は競技をかけ橋っていう、あの無機質な加工された声がすごい好きで、なので、まぁ、ちょっとあんまりね、環境じゃ見ないカードやけど、俺はすごい好きで、やっぱ土がめちゃめちゃ多くない？やっぱ。ほんま増えたような土。これはもちろん重機のビーコルから出していこうと思います。はい。あと、まぁ、世界大会か、12月にも、ステラ、あんま俺、ステライの土どうやろって思うんだけどな、オズと相性最悪じゃないですか。なんでどうかなと思いつつ、ただここは、さすがに、もうこれしかやることないから除去しちゃいたいですね、はい。ちょっと4ターン目の動きは弱いな、なんか、激しい動きとかでもいいから、何か動かねえとまずいぞ。あと12月24、クリスマスシーズンあたりに世界大会もありつつ、
で、この週末0時もやるから、まあそこに向けて環境もガラッて変わんのか、うわぁ、動けねえ。これまあ展開でも奥、だって5ターン目ウサギやもんな。うん、5ターン目ウサギ、6ターン目ビショ、テミスという考えたらもうここは展開今のターン動くしかねえや。これはしゃあねえ。ナフサイだけど、まあ俺は普通に入れてます。てかこのデッキは特にフォロワー、あの邪教のゴンゲとか、あと、この風呂いやらしいな。邪教のゴンゲとか、あと、なんだっけ、ゾディアックデーモン。お。よっしゃ、ここは3月うさぎのお茶会。で、盤面をすべて取っていこうかなと思います。あ、まじ、今、アミュレット進化させようとしちゃった。邪教のゴンゲって本当にでも、邪教のゴンゲじゃねえわ、ゾニアックデーモンってさ、その、カード、シリーズをなんか象徴するカードだったじゃないですか、一応。その中で歴代で最も使われなかったカードやんな。だって、今までさ、ダークエンジェル、オリビエ、バハムート、ゼウス、アリス、あとなんか、よくわからんね、いろいろ使われてきたけどさ、今全然そういうのないもんな。何これ、幻影使い？なんか、ローゼンメイデのシンクみたいな、こいつ進化すると。アゾニアックデーモンを1枚引いていく。ちょっと動きにくいなぁ。テニス1枚切っちゃおっか、これ。去りましょう。テミスバチコン切ったるしかないわ、ここ。あと次トップで邪教の攻撃引ければ完璧。ちょっと惜しいな、これ展開の階段の発動が。あと一旦早ければ引けてる可能性がぐんと上がったはず。ここまでスペルとアミレットの数もすごい良いんで、あの展開の階段のそのフォロワーを持ってくるっていう効果がめちゃめちゃ生きるんですよね。頼む、邪教来い。邪教のゴンゲが引けないで行く。もうめんどくさいからもう一回やってみるぞ、で、次のターン、まあ、展開の階段から、あの、邪教のゴンゲ引くんで、僕。で、ゾニアクデーモンと合わせて、まあ、盤面2体除去って、みたいな。感じで行こうやないかい。スコルピオとかお前おったな、そんなカード。いや、にしてもゾニアクデーモン使われなかったな、このカード。てか、なんでこいつメインやったんやろうね、今回。なんか、ニュートラルで、おったな、ロキとかでよかったんちゃうの？なんか、ビジュアル的にも。あ、しかも相手の動きが弱いぞ、これ。わ。あ、しかし、トップで邪教を引いた。うん、邪教いきます。で、スコルピオに当たると。あれ、盤面にフォロワーおらんかったら顔に行きます。なんで、このデッキは、汚れた聖杯から持ってきた、まあ、サタンのサーバントとかを、あの、ゾディアクデーモンで、ぶっ放しても OK。13点パンチ。ただ、これ、相手の動きめちゃめちゃ弱いんでね、ヘブンリーイージス、もあり得るかもしれないですね。すみません。ドワフアルケミストに進化を切っていく、星見の防衛系、どんだけ手札が弱いな、相手。もうできてませんよな、で、レビーと。また、こうしてる間にも一応、カウンウィーのバンダメージが入ってるから。これ、思ってんけど、普通にヘブリーイリス出した方が強いじゃん。絶対そうやん。あ、ごめん、なんでブリキ行ったんや。まあ、でも一応ブリキ、進化で、こう、盤面。ごめんなさい。これね、あの、ヘブリーイージス進化でよかったっすね。まあ、一応、こいつの、あれ、あ、まあ、うん。あの、普通に下手くそでした。やべ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 。あ、やばいやばい。あ、これやべえわ。うん、聖杯いいですね、これ。で、重機。演出がまずかっこいいよな。で、次、リーサル。ディースとイージスでちょうど。もしくは沈黙の魔性でもいいし。
なんか、ね、飛ぶもしかして。幻惑、オッケー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 。7点飛ばないっしょ。オズの大魔女からでもニコスじゃもうどうあがいても飛ばせないんで。しのぶと。大丈夫や。クゼス、よし。よしやない、よしやない、リサルやね、どのみち、どのみちリサル。はい、対戦ありがとうございました。まあ、なかなかスマートに決まった。おい。まあ、新カード情報ちょっとどこどこ出てくると思うんで、ちょっとまあ僕の動画でもね、まあ、個人の見解を述べるっていうのを今後やっていこうと思っております。はい、では今日は皆さんありがとうございました。あなたが救われることを祈っています。